次に山尾しおりくん。山尾くん。国民民主党の山尾しおりです。今茂木大臣、中国の主導権握る形にならないという答弁がありましたが、改めてちょっと本会議の代表質問でお答えをいただけなかったので大臣にご質問いたします。我々が今、承認を迫られている RCEP、この加盟国の価値観や対中外交姿勢を、垣間見る一つのファクトだと思います。昨年国連人権理事会で6月30日でしょうか、香港国家安全維持法について、懸念表明に参加をした国、支持表明に参加をした国、沈黙をした国、今回 RCEP 加盟国15カ国について、懸念に参加した国はどこなのか、支持表明に参加した国はどこなのか、沈黙した国はどこなのか、お答えください。これ代表質問で私、大臣に質問したときに、大臣から答弁がなくて、ちょっと答弁漏れと言いたかったところですけれども、数字だけだったんですね。国名でお答えください。茂木外務大臣。代表質問でありましたんで、なんていうか、細かくご説明申し上げなかったんですが、改めて答弁させていただきます。昨年6月30日の国連、人権理事会におきまして、RCEP 協定参加国のうち、日本、オーストラリア、ニュージーランドの3カ国が、香港の国家安全維持法に懸念を示す共同ステートメントに、参加をいたしまして、中国、カンボジア、ミャンマー、ラオスの4カ国が、中国の政策を支持する、共同ステートメントに、参加をし、残りのブルネイ、インドネシア、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの8カ国がどちらの共同ステートメントにも参加しなかったと、そのように承知いたしております。山尾志織君。そうです。これは価値観の問題と、あとは対中外交政策というか、どこまでものを言えるのかという両面あると思いますが、まずその両面の結果として、今、日本が入ろうとしているこの RCEP、価値の観点で中国にものを言える国は、昨年6月30日時点で、3カ国、日本、オーストラリア、ニュージーランドということがうかがえるということは、まず認識をすべきだというふうに思います。その上で、発効要件について伺いたいんですけれども、今回、ASEAN10 カ国、そしてそれ以外の5カ国からなる RCEP ですが、発効要件はどういった条件でしょうか。外務省、四方経済局長。お答え申し上げます。 RCEP 協定は ASEAN の構成国である署名国10カ国のうち少なくとも6カ国および ASEAN の構成国ではない署名国5カ国、すなわち日中韓、オーストラリア、ニュージーランドのうち少なくとも3カ国が批准書等を帰宅者である ASEAN 事務局長に帰宅した後60日でそれらの署名国の間で発効することとなっております。その後はその他の署名国がそれぞれ批准書等を帰宅した後60日でそれぞれの国について発効するという規定になっております。山尾志織君。はい。なのでまず各国が批准受諾承認といった国内手続きを終え、そして批准書、受諾書、承諾書というのを帰宅して60日で発行するんですけれども、国としては ASEAN のうち少なくとも6カ国、それ以外の国のうち3カ国というのが発行要件と伺いました。そうすると質問します。例えば ASEAN 以外で、5カ国あるうち日本、中国、韓国、そして ASEAN のうち6カ国、こういった9カ国で発行するという可能性もあるということですか。外務省、四方経済局長。先ほど答弁いたしましたとおり、この RCEP 協定の発効要件を満たす形で、ASEAN の構成国のうち少なくとも6カ国、ASEAN の構成国でない署名国のうち3カ国が批准書等を帰宅した後60日でそれらの署名国の間で発効するということでございます。山尾志織君。
それはすごく懸念するんですね。同じ価値観を持って中国に物を言える国が日本、オーストラリア、ニュージーランドと3カ国という、状況の中でですね、オーストラリアとニュージーランドの、国内手続きなしに発行する可能性があるという状況です。オーストラリア、ニュージーランドは国内手続きを開始しているんでしょうか。外務省、四方経済局長。お答え申し上げます。他国の国内手続きの状況についてご説明できる立場にはございませんけれども、これまでのオーストラリア、ニュージーランドの発表等を踏まえますと、本年国内の手続きを進めるよう今手続きが進行しつつあるところだと承知しております。山尾志織君。その2021年本年に、国内手続きを進めよう、そして発行させようということは、この昨年11月時点の合意の時もですね、そういう雰囲気はあったんだというふうに思いますが、例えばミャンマーなんかの状況はその合意時とは全く今状況が違うわけですね。でそういう中で本当にオーストラリア、ニュージーランドが、今国内手続きを今この状態で進めていこうというような状況にあるのかどうかということを明確にお答えをいただけなかったわけですけれども、私が側聞している限りはですね、そういった状況、国内手続き開始と、私たちも開始してしまってますね、開始という状況にはないというふうに、把握をしております。ちなみに他の3カ国も含めてですね、こういった書面を帰宅した国というのは現時点であるんですか、ないんですか。外務省、四方経済局長。現時点におきまして、批准書等を帰宅した、国、RCEP の署名国の中ではないと承知しております。委員長。山尾志織君。ゼロなんですよね。で、これちょっと大臣に伺いたいんですけれども、オーストラリアもニュージーランドも国内手続きの開始というような状況が見えない、そして、実際帰宅した国というのはゼロという状態で、日本が一番乗りをするかもしれないという状況で、今、承認を進めていくことが、本当に賢い外交なんでしょうか。今、結局、合意時には予測もしてない非人道的な国軍による市民の虐殺が繰り広げられているミャンマー、そして中国のウイグル問題では、アメリカ政府やカナダ議会がジェノサイドと認定するなど、合意時よりもさらに火を吹いているわけです。で、香港の一国二制度についてもですね、今年の全人代での選挙制度の改革で、風前の灯火どころか、その灯火がもう消えかかっている、消えたといっても過言ではないような、こういう状況です。相当人権環境がね、激変してるわけです、加盟国の中で。こういう状況で一番乗りのリスクを取って、日本にどういうメリットがあるんでしょうか。茂木外務大臣。まず基本的な考え方として我が国としてですね、国際社会における普遍的な価値であります自由、そして基本的人権の尊重、さらには法の支配、これが RCEP 参加国においても保障されることが重要であると考えております。それで署名した国がですね、どれだけ早く国内手続きを終えるかと、私の拙い経験から言いますと、オーストラリア、ニュージーランドは始めたらすごく早いです。もうさっとやります。今まで見てきてですね、それから比較的シンガポール、ベトナム、これも早い国ではないかなと思います。日本もそこの中の一つだと思いますけど、なかなかカンボジア、ミャンマーが今この状況、ラオス、そこまで早いというのはですね、一般的には想定されにくいかなということでありまして、山本先生、心配されているような状況がですね、起こるということは、少なくとも私の今まで通商さまざまやってきた経験から言うと少ないかもしれません。ただ、もう一つ重要なことというのはですね、それぞれの国が懸念事項というのは抱えていると思います。そういった中で、じゃあだからそういう国とは断交すると、経済も何もやらないということではなくて、やはり、必要な経済的な連携しつつ、一方で譲れない価値観、これについてはきちんと、対峙をしていくと、こういう姿勢が必要だと思っておりまして、譲れない価値観というものがあるがゆえにですね、経済連携もやりません、貿易も全部止めますと、こういう形ではなくて、そこは使い分けながらですね、しかし一方ではきちんとそういう関係があるからこそ働きかけをしていくということが重要なんではないかなと思っております。
山尾しおり君、まあ、私もですね、価値違う国と断交せよとか経済連携切れと言ってるわけではないんですね。ただそのオーストラリア、ニュージーランド、まあ、私よりずっと経験持っている茂木大臣が、まあ、さっとやる国だとおっしゃってますけれども、まあ、今少なくともこの RCEP についてさっとやってないわけですね。でそういう中で本当に今はよくよくオーストラリア、ニュージーランドと連携しつつですね、まあ、ミャンマーの状況も日々動いてますし、まあ、対中外交についても国際社会がものすごいスピードでちょっと驚くようなスピードで、まあ割とこう圧を強めているという状況もある中で、やはりここは一呼吸二呼吸置くのがね、日本の外交として適切なんじゃないかということを、まあ、私もう本当に拙い経験ながらも玄人ではないかもしれません、でもやっぱり思うわけです。で一点また伺いたいんですけれども、これは参考人の方で結構ですが、ミャンマーが国軍として仮に国内手続きを終えて RCEP の事務局に書面を帰宅してきたら、これを承諾するかどうかについては、全員承諾、要するにその時点でのその加盟国の全員承諾、全員の OK っていうのが要件になっているのかいないのか、その辺はどうなんでしょうか。四方経済局長。RCEP 協定上、署名国は批准書等を帰宅者である ASEAN 事務局長に帰宅することになっておりますけれども、うん、協定におきましては、帰宅が、まあ、承諾されるかどうかといったことについては特段の、まあ、規定はございません。一般論として申し上げますと、RCEP 協定の実施および運用に関する問題につきましては、RCEP 参加国間で緊密に意思疎通をしながら、うん、今後対応を検討していくことをとなると考えております。うん、山尾しおり君、そこが心配なんですよね。その特段の規定がないということなんです。でやっぱり中国、皆さんご案内のように、そのミャンマーで その、まあ、国軍による市民数百人の殺害に関する、国連安保理の声明について、まあ、制裁可能性を示唆するような文言の削除、あるいは殺害を死亡というふうに文言の変更、こういったものを求めたという報道がありますし、実際に文言はそういうふうになっているという事実がありますね。そういう中で、これまた参考人に聞きますが、国軍の状態で書面をミャンマーが帰宅をしてきた、そして日本以外のその時点の加盟国が承認に、まあ、賛成してしまったと、まあ、そういうその合意のコンセンサスを作る、まあ、そういった会合の中で、前向きだという場合、全員承諾が必ずしも発行要件になっていない中でですね、ミャンマーの加盟というのが認められる可能性はありますか、ありませんか。四方経済局長。ミャンマーにつきましては、我が国は事案発生以来ミャンマー国に対して民主的な政治体制の早期回復を強く求めてきております。我が国としてミャンマーにおけるクーデターの正当性を認めることはございません。委員のご質問との関係では、我が国といたしましてはオーストラリア、ニュージーランド、ASEAN諸国をはじめ他の RCEP 参加国とも緊密に意思疎通しながら今後の対応を検討してまいりたいと思います。先ほど申し上げましたけれども、RCEP の協定上ですね、RCEP 閣僚会合、あるいは RCEP 合同委員会といった場がございますけれども、RCEP 協定上、こういった場でですね、意思決定を行う場合には、コンセンサス方式によることが規定されております。山尾しおり君。なのでそのコンセンサス方式というのをまあ見てですね、じゃあどういう価値観の国なんだろう、どういうぐらい中国に物を言える国なんだろうというのを私大変心配になって、まあ、最初の質問をしてきたわけなんですね。今の話でいくと、まあ、日本としてはやはりその国軍の正当性というのを認めるつもりはないけれども、がしかしその条約の仕組み上ですね、まあ、全員承認ではないのでミャンマーの加盟が認められる可能性は制度上はあるというふうに私としては認識せざるを得ないわけです。時間も押してまいりましたが、まあ、あと1点か2点なんですけれども、これメリットとしてよく言われる電子取引や知的財産を含む自由で公正な、まあ、ルールに基づく秩序を形成しとありましたが、これそもそもですね、日本としてはデータ原則を共有する国の連携を図って、
むしろ中国のような国家情報独占主義の国と、まあ、いわば適切な形で勝っていこうと、対抗していこうというのが安倍政権時代からの日米欧でのデータ流通権の構想だったと思うんですけれども、今回のこの RCEP っていうのは、むしろそういった方向に逆行するような気がするんですけれども、その点、大臣から答弁いただきたいと思います。茂木外務大臣。逆行するとは思いません。ただ一般的なルールを作ると、そのことはですね、中国であっても ASEAN のですね、後発途上国であっても必要なことではないかなと思っております。その一方で、最新の、まあ、データの流通のルール、データフリーフロー with trust、これにつきましてはですね、日米豪と、こういった国がですね、主導しながら、最先端のルールは作っていくと、そんな必要があると思っております。山尾志織君。必ずしもトラストが、まあ、ない国とデータフリーフローを結んでいくというこの RCEP、私来週の水曜日、参考人、そして質疑採決という話が与党からもあり、立憲民主党からも賛成という声が一部ありましたけれども、本当にこれ、もうちょっと一呼吸を置くためにも、参考人の方の意見をちゃんと参考にして賛否を決めるためにもですね、やはり水曜日以降、きちっと質疑を続けて、時間を取ってちゃんと議論するべきだと主張して終わりたいと思います。ありがとうございました。次に田村孝明君。委員長。田村君。